羽生結弦の創造的な舞台裏映像が中国のファンに大反響。概要。羽生結弦の動画が中国のネット上で注目を集めている。動画はアイスショーの舞台裏で撮影され、羽生結弦がドアハンドルの上にバランスを取りながら自撮りしている様子が映っている。中国のファンは羽生結弦の創造的なアイデアに賞賛の声を上げており、 彼ら自身の経験と共感するコメントも寄せられている。ファンたちは羽生結弦の才能とこまやかさに感銘を受け、彼らが彼の iPad の中に保存された映像を楽しみにしている。この動画は羽生結弦のファンと中国のオンラインコミュニティの絆を深め、彼の人気と影響力を示している。本文、導入、フィギュアスケーターの羽生結弦さんが、 彼の創造性と知恵を披露した舞台裏の映像が中国のファンの間で大きな反響を呼んでいます。この動画はアイスショーファンタジーオンアイスフェヨーイー2022の神戸公演の舞台裏で撮影されたものであり、波乳血源さんがドアハンドルの上にバランスを取りながら自らを撮影する様子が映っています。波乳血源のファンからの反応。 中国版ツイッター美ヒロシ、ウェイボー、上の羽乳血源のファンアカウントは、この動画を、ドアハンドルで iPad を支える、臨機応変に会場を利用する猫猫、羽乳さんのこと、とコメントしています。中国のファンからは、めっちゃ賢い、あんなに細やかな羽乳さんが、まさか私と同じように荒っぽく危険な方法で iPad を置いて撮影していたなんて、急称。 充電器をスマホの支えにしてる自分を思い出した。これって同じかななどの声が寄せられました。共感と絆の進化、この動画を見た中国のファンたちは、羽生結弦のアイデアに共感し、自分たちの経験と重ね合わせるコメントを残しました。彼らは羽生結弦の才能と細やかさに感銘を受け、彼の創造性を称賛しています。 また、ファンたちは、羽乳血源の iPad の中に保存された映像を楽しみにしており、私を iPad の台にしてください。あの iPad の中には、きっとたくさんのユズが保存されているよね。いつ見せてくれるのかな、といったコメントも寄せられました。ファンコミュニティの結束、羽乳血源の舞台裏映像は、彼のファンと中国のオンラインコミュニティの絆を深める役割を果たしています。 この動画を通じて、ファン同士が交流し、彼らの共通の関心事である羽乳血源について情報を共有し合っています。彼の創造的なアイデアが注目を浴びることで、彼の人気と影響力はさらに高まっています。結び、羽乳血源の創造的な舞台裏映像は、中国のファンに大きな反響を呼んでいます。 彼の才能と細やかさに感銘を受けたファンたちは、彼のアイデアを称賛し、彼との結びつきを深めています。この動画を通じて、ファン同士が絆を深め、羽生結弦の人気と影響力をさらに広げていることが伺えます。プロンファイル。羽生結弦、ユーズユル羽生、1994年、宮城県生まれ。 2014年ソチ五輪、2018年平小五輪で2大会連続金メダルを獲得したほか、世界選手権2回優勝、グランプリファイナル4連覇、全日本選手権6回優勝など、数々の伝説的記録を残す。2022年7月にプロスケーターに転校。今年2月にスケート史上初の東京ドーム公演、ギフト、を単独で行い、 9月には創作集団クラムップとコラボレーションし、羽生選手が文章を担当した絵本、ギフトを発売予定。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。